鳥羽球整骨院院長にします。お願いします。本日は胃腸系のツボを紹介したいと思います。まあ、胃酸過多症とか、まあ、逆流性食道炎の時に使えるツボなんですけど、まあ、ちょうどここの骨の、まあ、骨じゃなくなるとこですよね、まあ、それとへそのちょうど間なんですよね。だからまあ私はまあこんな感じでちょうどこれの真ん中ぐらいだなって、まあ、こういうふうに取るんですが、まあ、あとはこれの上、まあ、4寸なんですけどね、4寸、まあ、でもへそとここの、まあ、ちょうど間で取ればいいと思うんですけど、あとは、まあ、逆流性食道炎と胃酸過多症だったら、まあ、へその外方2寸のところに、まあ、へその高さで、外に2寸ですね。で1寸が親指のこの幅なんで、まあ、大体体格が似た人だったら自分のあれでいいと思うし、男性が女性をやる場合はちょっとこう少し少なめにしないとダメかもしれないですね。その人のまあ親指のこのあれなんで、まあ、大体一緒ぐらいですよね。まあ、ちょっとあんたの方がでかいなこれな。まあ、そういうのもちょっと考慮して、まあ、この3つ大、中間点数っていうツボなんですけど、胃酸過多症とか逆流性食道炎にはまあ効くと思います。まあ、もちろんこのツボだけでですね、治せるかって言ったら治せないんですけど、まあ、お灸をするならというツボですね。以上です。